レアンドラ様、例の男子生徒が参りました。なんだこの女、スケスケのピンクの服なんか着て、ネグリジェってやつか。とても高校生とは思えないぞ。待っていたよ、ルエル。噂通りに可愛いね。僕に何の用だ。女が男に求めるものは一つに決まってるだろう。悪いが金は持ってない。面白いことを言うな。では単刀直入に言おう。第一演劇部に入ってほしい。レアンドラ様、私は反対です。クズの集まりの第二演劇部から引き抜かなくても、我が部には優秀な人材が数多く。真に魅惑的な人材は吐き溜めの中に隠れているもので、さあおいで。私ならあなたの望みを叶えてあげられる。ほら、一緒にベッドでシャンパンでもどう？イチゴもある。イチゴ？君のような庶民は知らないだろうが、ホテルのスイートでシャンパンと言ったらイチゴなんだ。さあ、あなたは本当に高校生なのか。失礼な、どっから見てもピチピチのギャルだろ。ますます怪しいぞ、その言い方。とにかく高校生ならシャンパンはダメだろ。お酒は二十歳を過ぎてからだ。硬いのね。じゃあ酒やタバコは二十歳まで我慢しましょう。でもこっちも。さあ一緒に夢を見ましょう。あなたはほんの少し力を抜くだけで楽になるわ。ダメだ、逆らえない。いや、逆らわなくてもいいのか。フィリエルに悪いかな。でもフィリエルはここまでさせてくれないし。いいか、この際減るもんじゃないし。離れなさい、そこの隙間みたいな人。アラン、フィリエル。ルーンたら、私に隠れて何してるのよ。僕は何も。出て行け、ここはお前などが入ってくる場所ではない。とっとと出て行くわよ、ルーンを連れてね。いいだろう、どうせ第二演劇部は全国大会を最後に解散だ。その時は改めてルーンをいただくよ。ええ、いいわよ、その時はあげるわよ。おい、フィリエル。でも残念ながら解散するのはあなたたちの方よ。行くわよ、ルーン。